こんばんは、ルーリーの部屋著者の本棚です。今日も1時間少しお付き合いください。映ってますかね、私の名前は沖本ルリ子と申します。5分会議を活用して人と組織を育てるということをメインに普段はやっています。今日はですね、このルーリーの部屋著者の本棚2部構成でさせていただきます。今日はというか最近はずっと2部構成ですね。で、この内容です。まず1部、コミュニケーション力を磨くということで、人と組織を育成する5分会議ってっていうお題でお話をさせていただきます。そして第2部、本日のゲストとの対談。今日はですね、こちらの著者、はい、マインドマップコーチの矢島みゆきさん。美しいという字が入ってるんですね。うらやましいです。はい、ありがとうございます。ということで2部もお楽しみにということです。まず1部ですね、1部の方でお話をさせていただく前に、前回はですね、音楽が、あれ配信されてないのかな、あれ映っていない、ちょっと待ってくださいね。映ってるのかな、こちらが出てきてないんですよね、真っ暗、あれ映ってますか、視聴者用の画面がですね、今ね、私の方真っ暗なんですよ。映ってますか、不安。さっきまで映ってたんですけどね、こっちがまずいのかな、あれちょっとちなみにちょっと他の画像を映してみましょうか。こちら今日のゲストの本ですよ、普段使いのマインドマップ。いやね、映ってない、あ、大事なことを忘れていました、録画ボタンを押していませんでした。はい、ではもう一度スタート、ここからです。ルーリーの部屋著書の本棚、今日は2部で構成させていただきます。今録画ボタンを押していませんでした。ただ録画ボタンを押したんですが、画面映ってるんですかね、私のもう一つの端末がまずいのか、それとも全体的にまずいのか、どっちなんでしょうか。ここが不安なところなんですよね。どうも私の端末のこっちの映りが悪いかもしれないですね。こっちです。あの Wi-Fi が接続がこっち切れてたので、ほう映ってると思って、もう一度、はい、自己紹介から始めます。名前が沖本ルリ子と申します。5分会議を活用して人と組織を育てるということをメインにしています。このルーリーのお部屋著者の本棚は、毎回著者の方にいろんな話をしていただき、いろんなことを学んで、ちょっといいネタを持って帰ろうかなという、そんな風な番組です。そしてこの番組は2部で構成されています。1部、人と組織を育成する5分会議って何っていうことですね。2部が今日のゲスト、マインドマップコーチの美しいという文字を入れている矢島みゆきさんです。ぜひ、お楽しみということです。では早速ですが、1部の方からお話をさせていただきます。今日はですね、第7回係を分担する会議ということです。もう7回になるんですかね、ちょっとなんか早すぎるような気もします。つまりですね、会議が始まった時にいつも一人の人が仕切りますよね。これをまずやめましょうということなんです。会議はみんなで運営していくものなので、各係、時間を計る係、進行させていく係などなど、いろんな係をまずみんなで分担しましょう。そしてぐるぐると回していろんな役割をやっていきましょうという内容です。これによって何が生まれるのかというと、みんな他人事にしない、全部人に押し付けない、そしていろんな係をすることによってその係の立場が分かるということですね。
ぜひお試しください。詳しいことはですね、キーマンズネットさんで連載開始しております。ぜひこちらの方をネットで検索してご覧いただければというところです。ではお待たせいたしました。この普段使いのマインドマップの著者の方をお招きしたいと思っております。はい、今日のゲストは第48回になるわけです。つまり今までに47人登場していただいているという形です。では早速ですがご登場いただきましょうか。ではいらっしゃい。はい、ありがとうございます。今ですね、あ、こっち側で映ってます。あ、やっとこっち側映ってます。でもライブで出てないんですよね。映ってますって神戸さんからのメッセージのコメント見る前に、こっち側で見えないんですよね。ライブってなってるね、なってるんですよね。ソーシャルストリーム、あ、映ってます。はい、神戸さんありがとうございます。こんばんはですね。こんばんは。はい、録画もちゃんとできてます。はい、大丈夫です。はい、よかったです。よかったです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。わざわざ来ていただいて、寒い中はね。寒かったね、歩くのすごい寒かったんですよね。雪はまだ今日は降ってないですね、東京は。今日はね、仙台まで降ってますね、みたいですよね。写真でね、結構ちょっと見ましたけどね。寒い中本当にありがとうございました。しまして、ま、今日はなんかカラフルで、ええ、でもオレンジ被らないようにちょっと今日はここだけで、はい、よかったです。私はあの必ずどっかにオレンジは入れるんで、でもちょっと地味めで落ち着いた感じで顔が私がでかく見えますドアップはちょっとね、うん、やめたいなと思ってます。ではですね、ちょっとまず最初に自己紹介をお願いしていいですか。はい、お願いします。お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。矢島みゆきと言います。ですね、前職が実は公立保育園の保育士だったという。保育士。そう、見えないって言われるんですけど初めて知った。そうなんですよ、保育士をやっていて、うん、で、まあ、子育て支援とか、うん、子供を遊ばせるよりも、うん、保護者の育児相談とかを聞くのが得意で、で、まあ、保護者をもっと健全にしないと、うん、子供が健全に育たないので、うん、じゃあそれをするためにどうしようかっていうので、うん、大学に行きました。あ、それから。そうそうそう、だから仕事しながら、うん、子育てをしながら大学に行って、うん、でカウンセリングを学び、うん、でカウンセリングを学んでいたら、うん、ほらずっと聞かあの話をうんって聞いてるだけなので、うん、忙しいお母さんには向かないじゃないですか。確かにね。あのお迎えに来た時の5分10分で話をしたいのに、うんそのいつまでもずっと聞いてるのがなかなか難しいので、うん、じゃあと思ってコーチングを勉強し始めて、うん、その時にはコーチングっていうものは知ってたんですか。こんなものがあるっていうのと、ね、大学に行ってから知りましたね。でその後にコーチングを学んで、うん、で、まあ、大学もきちんと出て、うん、でその流れでマインドマップのインストラクターにもなって、うん、で今こういうふうに目標達成とかをコーチングとかマインドマップでお手伝いしているという流れになっています、うん、あ、そうなんだ、まあ、歴史まで入れていただいてありがとうございます、意外意外、全然思ってなかった。そうそうそう、なのであの前回の橋本さんがいじめられてる子が分かりますっておっしゃってたけど、うんうんうん、私も分かりますよ。うーん、そうだよね、うん、保育士だったらやっぱりいろんなちっちゃい子を見ていて、そう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 、あとお母さん同士とかの喧嘩とかも、うん、あ、そうなんだ、すごかったですよ、止めたりとかしてたので、うーん、だからどの人がどういう相関図なのかみたいなのとかも分かりますね。そうなんだ、うん、逆に今度自分はいじめられる立場だった、それでいじめる立場の方でした、今まで子供の時。あ、どっちかな、どっちもないくらい、うん、そうですね、うん、あのいじめられてる子は気になるので、うん、なんか その子たちはまとめてたけど、でも別にいじめる側でもないし、うん、へえ、そういう感じですね。
いやでも保育士っていうのはちょっと意外で、なんか本当に普通にただなんかこう OL で、うん、そこからコーチングをなんか勉強して、うんうん、っていうストーリーかなと思ったんですよ。保育士の時にも保育士っぽくなかったですけどね保育士なのに、うん、ハイヒールでカツカツ通勤しちゃったりとかして、みんなこう木綿とかの、うん、こうタラッとした感じのフリフリってしたのが好きなのに、うん、一人でなんかスーツとかです。あ、そうなんだ、うん、じゃあその絵がまあ、未だにこうあるかもしれないですね。ずっとですね、うん、同じです多分。それはびっくり。で今は、まあ、だからマインドマップを使って目標達成とか、まあ、コーチングをやっているっていうところなんですね、うん、まあ、研修したりとかね、はい、そうですね。で、うん、じゃその保育士になったっていういきさつもちょっと聞きたいんですが、なんでその自分の仕事をそこに持っていたんですか？ああ、保育士になったのは、うん、保育園の先生がすごい好きだったんですよ。あ、先生が。そうそう、自分が保育園に入った時に面白かったんです。保育園の先生という仕事が、うん、それこそ、まあ、田舎の保育園なので、うん、だいたい親同士は皆さん分かって、多分今思うとね、分かってて、うん、で、そのうちの子がどうだとかっていう情報教育がされてるじゃないですか、はい、うん、そういった中で先生がその親が言うことと全然違うようなことを教えてくれると、あ、面白いじゃないですか。 ね、うん、でそれがなんかいいなと思って、うん、割とその子供に影響を与える初めての大人みたいな、他人だし、他人というかもうね、全然違うところの人だし、親戚のおじちゃんとかおばちゃんとかないし、うん、なのでそういうなんか誰かに影響力を与える仕事っていいなって多分思ったんですよ。じゃあその先生がとっても良かったから、まあ その憧れというか、うんうん、これ目指そうってなったのかもしれないですね。なんかすごい嫌な人だったらきっと絶対保育士になりたくないと思ったかもしれないですもんね。ですね、うん、でも嫌な先生ってどうなんだろうかあ、うん、まあでもすごい面白いっていうか、まあ、田舎だったのでクラスも一つしかないし、うん、小さくてまとまってたのですごい面白かったですよ、うん、でそれがきっかけで、まあ、その方面に進もうということで、うん、迷わずも行かれたんですね。そうですね。そうだから、子どもの時の夢が叶ってる人って少ないのよ。そうね、一桁ぐらいしかいなくって、うん、みんな途中で違うものに、ね、なりたがるんだけど、うん、そうじゃなくてずっと子供の時のずっとこれなんだ。そうで叶えたので、なんかよくあの小さい時にね、うん、お嫁さんになりたいとかっていう女の子いるじゃないもうなかったもんね。お嫁さんになりたいと思ったことはないですけど、うん、お嫁さんになったことはありますよあるけどお嫁さんに憧れることはなかった。うん、だからそういった意味では 4% とか 5% ぐらいだと思うんですけど、うん、すごいね。それは叶えてますよね。じゃあ逆にそれが使えるからいいね。こういうことをしたいんです、こういうものになりたいんですっていうものを、うん、まず自分が達成しているから説得力あるよね、うんうんうん、そうですね。だから夢が叶わないとか、うん、多分どっかでありえないなと思ってるんだと思って、うん、今の仕事してても何、うん、かやりたいって言って、うん、できないと思うとかっていうのって、うん、あ、そうないか、うん、ただ単にやり方が分かんないだけなので、うんうん、そういった意味では、うん、やれますよねって思って、うん、全力でクライアントさんを応援できるっていうのはあるかなと。うん、やっぱり話って聞かないと分かんないですよね。ですです、まあ、そもそも、うん、ほとんど話聞いたことないもんね。そうですね。どこかの会場で何かよく会うんですよね。あのセミナー勉強会交流会みたいなパーティーみたいなところで、うん、なんかちょくちょく会うんだけど、うん、挨拶して雑談ちょっとするぐらいで、うん、だから何がどうかっていう詳しい話はしたことないので、ないですね。でも毎回会うからそれほど話す必要も感じないっていうか、そうそう、話してないけどなんとなくもうなんか深い、うん、あの長い付き合いのような気がするんですよ。そうそうそう。でよく考えるとほとんど話してないんですよ ね、 ないですね。ちょっとの挨拶ぐらいなんですよ、うん、不思議だけど、不思議なんだけど、なんかね、私のなんか周りにいるその親しい友達のになんか似てる感じがして、あら、 なんか長年関わってた人のような感じがするんですよ。なんとなくずっと会ってたからじゃないですか。いやいや、初めて会った時から、うん、誰かに似てるみたいなのがあるんですよ。だいたい親しかった友達と似てるんですよ、うん、
なんとなく何か雰囲気と、なんか、まあ、話してる時もだから初めましてがないのかなという気がしてましたね。不思議、あんまり話せないですけどね、そうそう、ほとんど話してないで す, ないです、ね、1分も話してないかもしれないぐらいです ね、あ、どうもどうも、そうなんですよねそうそう、そんな感じでした ね、だからね、こんだけじっくり話すっていうことは、まあ、初めましてと変わらないぐらいかもしれないですね、でそんな、まあ、自分がちっちゃい時にもうこんな風になりたいと思ったものがうまくできて、で今度そこから、まあ、大学行ったりとか、コーチング学んだりいろいろしていったと、で今からこの先に何かまた目指そうとするものって何かあるんですか今、これからですか、これからはちょっと婚活、婚活市場にマインドマップとかコーチングとか行きたいな。いきなり私婚活するのかと思って自分が。するのもいいですけど、結婚したことはあるので、そういったところではその婚活市場とかで、マインドマップとかコーチングとか持っていくとか、ちょっとね、ジャンルをもっと広げていきたいなと思ってます。婚活市場に入るのもいいかもしれないですね。あのね、マインドマップって、性格が分かるんですよ、書いてもらうと、なので好きな人のマップだったら、好きな人っていうかマップを見て好きだったら、多分その人のこと好きになれるんです。だけどマップを見てうわっと思ったら多分合わないので、それはねちょっと使えるかな。そうかもね、そこに思考が入っているから見た時に、多分ねこの人ちょっととかもう多分直感で分かる感じ、絵みたいな感じ、絵を見てこの人合うか合わないかっていう、印象派が好きとか現代美術が好きとか、あるじゃないですか、ああいう感じで、そうか、面白そう、いいですよ、盛り上がりそうね、なんかこう男女、そう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 、ね、多分変な人選ばなくなるんじゃないかな、そうかもね、それはいいかなと思って、ちょっとやってみたいな面白いかも、ぜひぜひ楽しみですよね、はい、じゃちょっと話は変わるんですけど、そのまあもともとちっちゃい時からもうこんな風になりたいっていうのはあったんだけど、全く違って誰かの本を読んで、なんかこう影響を受けたとか、これってすごい思い出に残ってるんですよっていう本ってどんな本なんでしょう。あれはですね、風と共に去りぬですね。でかいな。風と共に去りぬ。でも、スカーレット・オハラとレッド・バトラーと、なんだっけ、メラニーとマシュレだっけ。あの4人でも十分ですね。そうね。それあのそのこうそれっていつ頃出会ったんですか。それね、中学校の時ですよ。中学校の時に早っ。そう？わかんないけど、私なんかもうちょっと年を、私はもうちょっと年を取ってからかな。記憶にあんまりないんだけど。文庫本で読みました、こんな。分厚いでしょ。分厚かった。でも何冊かだから。そもそもそれを読もうというきっかけは何ですか。何でしょう。学習塾に行ってたんです。で、多分休み時間に本屋さんとかに行って買ったんだと思う、へー、そんな分厚いような本を、すごいな。 あのね、本は好きだったの、ずっと。あ、そうなんだ。そんで小学校の時とかは、読書感想文は書けば入賞するぐらいの人だったので、なんか読むと感想を言うと褒められるっていうのも思ってたので、本を読むことは多分抵抗がなくって、でそれは何でも読んだのか覚えてたんだけど、とりあえず読みましたね。読み切ることは当たり前だったので、でもその出会いもすごいな。そうですか。なんかのきっかけがあってそれにしたっていうんじゃなくって、なんかわかんないけど、まあそれ読んだんですよね。読みましたね。それはどんな影響、あるいはどんな思い出があるんでしょう。なんでスカーレット・オハラはレッド・バトラーのこと好きにならないのかなこれ、この感情の激しいの、起伏の激しい2人は絶対合うよなと思ったのに、なんでこの、多分その頃からずっと心理学とか好きなんですよ。だからその
女心とかじゃなくて、うん、人間心理として、うん、こっちの2人とこっちの2人合うでしょって思ってたのに、うん、なんでこう変な組み合わせでこうしてんのだったな、うん、みたいなのが不思議だったの。じゃあもうそんな中学生の頃から、うん、その心理学とかやってるの私にはないわと思ったから。本当ですか？あの天気だったかも。あ、私ね、おばあちゃん子だったんですよ。そうなんですか、うん、で両親が働いてたので、うん、子供の頃ずっと祖母のところにいたんです、うんうん、で祖母が、まあ、人付き合いが好きで、うん、おばあちゃん友達が来てたんだけど、はい、そのおばあちゃん友達の話を聞いて、うんうんうんってこう乗せてあげるのがすごい好きだったの。聞き上手？聞き上手って言えばそうかもしれないけど、うん、なんかこうほら愚痴るわけですよ。あ、おばあちゃんたちが、ね、大変だねとかって言って聞いてあげる、うん、そういうなんかこう、うん、お小遣いがもらえるような子供だ。可愛がられるんだ。そう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 、おばあちゃんたちから好かれるタイプだったとかっていうやつ。でその時もだからおばあちゃんたちはお嫁さんの悪口とか言うわけじゃないですか、うんうんうん、うちの嫁は。そうそうそう、そういうの聞いてへーって、うん、その共感してあげるのが好きだった。はあ、すごいね。もう中学生とかね、小さい時から共感してなんかみんなから愛されそうな。そうそう、なんかその人間心理とか、うん、そういう共感とかがすごい面白かったんですよね。うん、意外、なんか今日意外だらけです。マジですか？うん、イメージ、はい、イメージってまあまあまあ勝手に作ってる、そんなでも固定にこんなにあるほどは付き合ってないからね、うん、イメージもそんなにないけれども、うん、そんなとは知らず。そうですよ、面白いな、これ聞かなきゃ分かんない、うん、でそんな本をなんかまあ思い出というか影響を受けたというか持っていて、うんうん、それからずっと大きくなるわけですよね。なりますよ。ね、年を取ってきて、はいはい、でついには自分も本を出しちゃった。出しました。ね、じゃじゃーん。じゃじゃーん。これ。これ。うん、映る？映す映す。じゃじゃーん。赤は映したくないけどこんな。普段使いのマインドフォル。はい。ここにこんな風にもうね書いてありますよね。はい。はい。ありがとうございます。こんなです。ね。で、その本を書くきっかけになったのは何ですか？この本を書くきっかけですか、うん、この本2冊目なんですけど、うん、1冊目はまずじゃあきっかけは、きっかけは、うん、じゃじゃん、この本です。この本です。きっかけが来ると思わなかったのでこの本を持ってきたんですけど、うんうんうん、この本を読んで、あ、これってマインドマップで考えたんじゃないかなと思ったんですよ。そんで、うん、これを当時大流行していたツイッターで、この藤野さんに面白かったですと、へ、感想を送りました。そうそう。それじゃ読んでくれたの、この人が。そしたら読んでくれて、藤野さん読んでくれて、うん、で、お、マインドマップの先生なんですね、うん、って言ってくれた、うん、くれたの、うん、で面白いですねということで、うん、僕もマインドマップ使ってますということで、うん、会社に遊びに来ませんかと言われて、丸の内の立派なオフィスに行きました、うんうんうん、でその時に、うん、まあマインドマップの話とか、うん、この本の話とかをして、うん、で今日の夜、うん、あの出版記念講演会がありますと、うん、であんまり集まってないのでって言われて、うん、あ、行ってもいいですか、うん、って言って行ったら、うん、編集者さんがいて、うん、で紹介されて、うん、で本書きますかと言われて、うん、あ、はい、書きますと言ったのがきっかけです。へ、それでこの本の一冊目が出ました。うん、じゃあきっかけの本なんだこれ。そうなんですよ、すごい。でしかもちゃんと読んだものをツイッターでつぶやく、うん、ですね。そうですね、すごい、すごいな。でもね、藤野さんがそのツイッターを読んでくれてたっていうのもすごいですね。ほらほら、サインも。おお、あ、本当だ。かわいいね。ちょろちょろっと。どこだ、映ってる？映ってる、映ってる。こうか。はい。こんな感じ。はい。ですです。
すごいな、うん、そんなよくなんかそういうのたまに聞くけど、うん、本当になんかツイッターでつぶやいてこんなのかってってわらしべ長者みたいな、うん、すごい。でそれがまあ、まあ行くっていうことにそこに行って、うん、しかもその日に夜に出版のイベントあり、うん、でそこに行ったら編集者さん紹介され、うん、本につながると。へー、すごいね。ね、びっくりよ。わらしべ長者、うん、なのでみんな書けると思ってるんです本きっかけというより出会いというより、うん、まあそれもまあ必然的なことなんでしょうね、うん、だからこの1冊目の本を書いた時に、うん、藤野さんと編集者さんと私とで3人でお食事したんですよ、うんうんうん、でその時に何人も紹介してるけど、うん、本当に書いた人はそんなにいないって言われて、うん、あ、そうなんだと、うん、でこういうのって、うん、ほら何冊も本を書いている藤野さんは、うんうん、紹介してくれるの当たり前なわけですよ。別にほら自分、私が本を書いても、うん、別に藤野さんが本を書くのところに何の影響もないわけで、うんうんうん、むしろ本を書く仲間が増えるわけだから、うん、それこそいらっしゃいって引っ張ってくれてるっていうか、うん、ね、ご褒美をくれてるようなものなので、うん、それに対して答えるか答えないかだけなんだと、うん、っていうふうに思ったら、うん、答えた方がいいじゃないですか、うん、もちろん、うん、ね、せっかく紹介してくださってるんだしね、うんうん、でも世間では答えてない人の方が多いということを聞いて、うん、あ、もったいないなと、うん、チャンスもね、うん、その辺にチャンスなんて落ちてると。そうね、うん、落ちてるのを掴むかどうかはその人だもんね。そうそう、拾って、うん、ちゃんと自分の行きたいところに投げれば行くんだよっていうだけですね、うんうん、へえ、すごいわ面白い。ツイッターってそんなんだ。そうよ、ツイッターなかったら時代が、うん、いい時代だね。本当、多分ね、私はね、この一冊目の本も、うん、ツイッターで相当売りました。あ、そうなんだ。うん、へえ、ツイッターは様々なんだ。そうなんですね。びっくり。ですです。いや、これからちょっとツイッターやろうかな。あ、やってるんだけど、やってるんだけど、なんか本当にもう全然真心込めてない今。いや、でも SNS は使い方次第なので。そうだよね、うん。どれをどう使うかなんだよね。そう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 。うん、まあ確かにね、うん、もう私もそんな感じだから、まあそうか、うんうん、私もブログとかネットでの話で来てるので、まあ一緒と言えば一緒だけどね。そうです、だから多分本を掴む人ってみんなそんな、そういうの掴むんですよ。そうだよね、うん、やっぱり寝て待ってても来ないからね、うんうん、何かちょっとした時にやっぱり積極的に行くってことだよね、うんうん、その時に本書きますかって言われて、あの時に即答したから書けたけど、うん、この間、編集者さんとお食事をして、うんうんうん、多分今だったら矢島さんに本書きませんかって言わないねって言われて、そう、うん、ちょうど編集者さんもいろんなことをやってみたい時期だったと、うん、タイミングが良かったんですねとそう、なので、でもタイミングもチャンスも全部運も実力だと思うけどね。そうそう、だからそれを拾うだけね、うん、で行動したからでしょ、うん、だから拾えばいいだけだと思う、うん、やっぱり声かかったら積極的に行くものだよね、うんうん、はい、来るチャンスは、うん、一緒に、そう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 、ためらわずに、はい、そうそう、ね、逃さない、考えないで、まずできるできないじゃなくてまずやる、はい、そんだけだと思います、ね、すごい。ということで、はい、神戸さんが矢島みゆきさん、こんばんはって書いてくださってます。こんばんはということです。彼はですね、はい、1回目からずっとコメント書いてくださってるんですよ。素晴らしい。すごいでしょう。なんか私の歴史を知ってるみたいな感じですからね。ありがたいですね。ありがとうございます。で、音が出てるとかね、画像が映ってるとかチェックしてくださってコメントもくださるんです。ありがとうございます。で、これがまあ2冊目ですよね、うん。2冊目のきっかけは?1冊目が出たのでいいですよと。一冊目が2015年の上半期のアマゾンランキングに入ったんですよ。うん、おすごい。そう、へ、上半期に出たの、すごく出たので、うんうんうん、
ちょうどその前後で書いてて、うん、ちょうどその後に出ました。うん、すごいな。うん、これなんか売れるとすごい次に行くんだ。売れます。が、すごい。この色もまた、あ、今日合わせてる？ちょっと合わせた。この色も素敵だよね。はい、やっぱりマインドマップって色もいろいろ使うじゃない？うん、カラフルにね。楽しいよね、色使ってね。そうそう、うん、昔なんかのマインドマップの、立ち上げる前に、うん、知り合いがそういうのマインドマップやっていて。やり始めて、うん、セミナーするので来てっていうふうに言われたことはあるんですね。まだまだ公開されてないから、うんうん、まあ、その時ちょっと行けなかったんですけどね。うんうん、だから結構なんか一応、まあ、まあちょっとは知ってるところなんですから、うんうん、まだまだでもマインドマップって何っていう人も多いと思うんですよ。はい、そんな方にマインドマップをちょっと、はい、こんなものっていうなんかちょっと説明してもらえるといいですね。こんなもの、うん、そうですか。何ってカタカナ英語わかんないって思う人もいるかもしれないんですよ。こういうこの真ん中から、うん、真ん中からですね、枝が出ていて、うん、で言葉を乗せていく、うん、そんな書き方なんですけど、うん、人の頭の中って箇条書きみたいに整理されていないので、うん、そういった意味では思いついたことを思いついたままに書ける、うん、頭の使い方です。この本の中には、うん、33の事例が載っていて、こうやって33の事例ですって、うん、こんな風に、うん、こうか、うん、こんな風に書くの、書き方のことを、はい、うん、マインドマップと言っています。はい、うん、勉強をする、うん、例えば学生さんも、うん、これ使うと結構ね、いろいろ記憶できるよね。ですね。記憶力もいいし、理解しますよね。うん、あの学校の先生の授業でもこの方式やると結構ね、頭に入るですよね。うん、そうですね。うん、学校の先生で使ってる人多いですね。ね、あのマインドマップっていうものがまだその日本で言われていない時、うん、私中学の時にね、これに近いものを授業で、うん、マインドマップ方式じゃなくて、うんうん、先生がこういう形で授業を進めていたから、その時はすごい入ってたんですよ、頭に。うんうん、普通の先生ってなんかこう縦書きになんかこう、例えば歴史の先生だと、うんうん、なんかこう縦に全部こうまとめて書いてなかった、うんうん、文章いっぱいなんかこう、うん、歴史とかね。だからあの確かに本をパッとそのノートをパッと見ると、まあ、分かりやすいというか分かりやすいんですよ。うん、でも丸暗記しようと思ったら結局全部丸暗記しないといけない、うん、入ってこないんですよね。うんうんうん、だけどマインドマップのような形でずっとこう説明された先生の授業は、うん、すごく苦手なものでも、うん、点数満点取れたことがあったんです。歴史とか素晴らしい苦手なんですよ。ほう、ところがですね、ちょうど担任の先生が中学の時に歴史の先生、うん、社会の先生だったんですね。うんうん、まさにマインドマップ、まだ当時ないです、マインドマップ、うんうん、みたいな今思えば、うん、授業だったんですよ。うんうん、最初なんだこの先生のなんかこの、 あの黒板の書き方は、うん、美しくないですね。そう、普通の先生はちゃんと上からこう順番に書いてくれるけど、ノートも綺麗に取れるのに、うん、この先生とにかくキーワードだけがこうポコポコ入るわけですよ。うんうんうん、だからノート書けないんですよ、こう急に真ん中の方で書いてどんどんこう広がっていくから、うんうん、なんだと思ったんだけど、うん、試験はバッチリになるわけですよ。うんうん、それからですね、こういう書き方っていいなと思ってたところ、うん、まあ、それからまあ10年が経って、うん、マインドマップっていうものが世の中に出てきたんですよ。うん、これこれ、うんうん、これ多分ね、世の中の学校の先生全部これを使えば、うん、子供たち、まあ、社会人もですけど、うんうん、よくわかるんじゃないかなとは思うんです。頭良くなると思いますよ。ね、です。あの、だから結局文章で書くと、うん、分かってても分かってなくても書けるので、そうそうそう、結局分かってないんですよね。うん、入らないんですよ。文章って入らないんですよね。うん、その時は分かるんですよね。うんうんうん、でマインドマップは確かにパッと見たら分かんないと思うんですよ。うんうん、あの第三者が見たら、うん、なんか単語だけあるみたいなので。うん、だけど本人が分かればそれでいいかもしれないですよね。そうそうそう、うん、結局全体が分からないとマインドマップに書けないし、うんうん、まあ、マインドマップに書くことで全体が分かるので、うんうん、そういった意味では記憶しやすいし、うん、思い出しやすいと思いますね。うん、うん、
ぜひ使ってもらいたいですよね。使ってください。と言ってる間に神戸さんからさっきの話でツイッターの使い方分かってませんって、ですか、うまく使ってくださいという話ですよね。意外とその本を読んだら、その著者に感想を送るといいですよ。いいですよね。ツイッターだけじゃなくても、今フェイスブックとか、あとやってる人はインスタとかやってると思うので、そこに感想とかを書くと、そうね、多分そういうのもらうとすごい嬉しい、そう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 、で優しくなるよね。そのきっかけで、それこそなんかちょっとした会に、ね、ご案内いただいたりとかすることもあるので、そういった意味では本を読んだら本の感想をね、だからこうやって神田みたいに毎回毎回こうやって書いてくれると、ね、お気持ち覚えてるわけですよね。もちろんもちろん、はい、でお会いしたら優しくするじゃないですか。でやっぱりね、優しくなりますよね。いきなりわけのわかんない人よりも、こういう本読みましたとか、こんな面白かったですとかね、番組見てますって言われると気持ち急に変わりますよね。そうそうそう、あ、よかったなって思うので、そういうふうに著者って別に普通の人なのでなので普通に感想を送ればいいと思います。それがツイッターじゃなくても何でもいいので、何でもね、送ってあげてください、優しく、冷たいのは嫌だけどね、でもね、あの送ってくれる感想って基本的にあったかいじゃないですか。もし何かそこが厳しめだったとしても、あえて送ってくれるっていうことは、そこは愛情あるような気がするんですけどね、まあ、あの刃物が入ってなければね、でもほとんどみんなあったかいですよね、だって実際刃物入ったことないでしょ。ないですね、だからみんなそう読んだら感想を送ればいいと思います、ね、言えます。そしたらこんなきっかけで、そう、本が出すことだいたい、そうそう、本好きな人って本いっぱい読んでるからきっと書けると思うんですよ。文章力あると思うんですよ、あときっかけなので、そういう著者になんか感想文とか送るといいですよね、なんかよく聞きます。あの著者に本を読んでね、その著者の人に手紙を送ったら返事が来たっていう人結構聞くんですよ、すごい、もうそんな人でもっていうの、ねえ、ねえ、だからそれくらい感想って来ないので、ね、そうそうそう特に今時あの手紙ではねそう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 、それはいいな、だからちゃんと大ファンに送ってみようかな、ちゃんとなんかこうアクションすると、なんかいいことありますよ。だって私、ツイッターでドクターコバにカレーをごちそうになったことがあって、そのカレーをごちそうになったついでに前の家の風水とか見てもらったものを、すごい、いついつ何年くらい前それ何年前だろう、ちょっとかなり前ですけど、でもすごいね、そうそう、行動するっていいね。それもツイッターで、ツイッターで、そうそう、あの、ここのカレー屋さんが美味しいよって話で盛り上がって、でじゃあ行こうみたいな、へえ、へーみたいな、本当へー、そうそう、行きました。銀座のお店にコパを迎えに行って、で有楽町のカレー屋さんに行って、でその前に我が家の窓に持ってったら風水で見てくれて、ここを仕事部屋にするといいとか、この鏡を置いとくといいとか、まあ、そのまま黙ってそうですかって帰ってくるのも悪いので、ちょっとお高い鏡をね、鏡変えましたけど、でもなかなかね、見てもらうこともないので、多分予約待ち順番待ちなのに気持ちですね。だからあのコパのお店で、コパさんのお店で見てもらったら、今日はなんか窓で見てもらえるんですかとか言われて、いや、あの方は先生のお友達なのでとか言われて、いや、お友達じゃないです、紹介ないですとか思いながらも見てもらいました。なんだ、へえ、すごい。でも優しい人ですね。優しいですよ。ツイッター頑張ろうかなってだんだん急にツイッター復活っていう感じですね。まあでも SNS はね、使い勝手がいいと思います、ね、ちょっとここで、はい、バッテリーがよいしょ、はい、なるほどね。いやー、いろんな体験してますね。他になんかそんな話あります？あったかなー。いやでもマインドマップの人ドクターもね、神田さんのメルマガで告知をされたんだけど、お友達が教えてくれましたね。
ミクさん、イスドクさん募集してるよと、うん、分かったって言って、はい、そうなんだ、うん、だって私は神田さんの教材も買ったことがない、うん、本もまともに読んだことがない、うん、まあ名前ぐらい知ってるっていう状態で、うんうん、一番最初のインストラクターの研修に行ったので、そうなんだ、超アウェーでしたね。全然何も分かんないままで、うん、とりあえずそこに飛び込んだ そしたらみんな神田先生っていうファンで、なんかすごいとこ来ちゃったなと思って。へえ、いやそれも面白いやっぱりでも、うん、行動力ってすごいなっていうのはここで今よく分かりました、はい、動くってことね。そうそう、だって落ちてるんだもん、その辺に運とか、うん、そうなんだよね、うん、いい運だけをこう拾っていく、うん、すごいな。まあでもひどい運って変な運じゃないと思うんですよ、うん、まあね、そのなんだろう、楽して金儲けみたいなね、うん、秒速で億稼いだとかっていうのじゃなければ、うん、まあ、そういうのはね、うん、バンと行くとバンと落ちるから、うんうん、そしたら普通のなんかこれいいかもよっていうのは、うん、とりあえず拾えばいいんじゃないですか。そうね、うん、で会わなければ捨てればいいかなっていう気はする、うん、やらなきゃ分かんないしね、うん、だけどこの展開にはちょっと驚きでございます。そうですか、うんうん、まさか今日ツイッターの話が出るとは思ってないし、うん、ツイッターからこんなに展開するっていうのはあまり。本当ですか、うん、遠いところでは聞いたことありますけどね、うん、そう、こんな身近にあるとは思わなかった。この本出た時にも、うん、ドクターコパに送りましたよちゃんと、はい、そうなんだ、うん、もうお礼として、うん、まあね、そのおかげで本もここにも進んだかも、売れたかもしれないよ。そうそうそうね、うん、だから分かんないですよ、何があるか分かんない、何があるか分かんない、うん、うん、急になんかみんな今日ツイッター始めるから今までは関係なくツイッターしてたけど、うん、もう昔はね結構考えてやってたけど、今もなんかその辺ピッとツイッターってボタンを押してそのまま文章がピュンといくぐらいしかなかったんで、うんうん、今私もでもそうですけどね、うん、今はフェイスブックがメイン、うん、そうね、うん、実際やってないので、あ、はい、そうなんだ、うん、下はどちらかというと食べ物とか花とかばっかりですね、うんうん、あるいは写真メインだからね、うんうんうん、へえ、意外でした。そんな、うん、いろんなチャンスをこうね掴んできたところで、はい、おすすめ本っていうのはじゃあこれなんですよね。そう、これは、うん、その要はビジネス書を読んで、うん、あ、これマインドマップで考えたんだっていうのが、うんうんうん、まずイメージできた本っていうのが一つと、うんうんうん、あと本当にほら元が公務員だったので、うん、経済とか分かんないわけですよ。分かんない分かります？分かんない。でそれを分かりやすく教えてくれた経済入門、うん、うーん、だってタケコプターが実現したら、うん、この会社が儲かるよとか、うんうん、こういう産業が出てくるよとか、うん、出てきて書いてあって、うん、へー、こういう風に考えるんだっていうのが初めてなんか楽しくなった、うんうん、そうね、経済入門っていうとすごい硬そうなんだけど、もうこのタイトルから言っても、うん、なんか優しそうに書いてあるんじゃないのかなっていう気がすごいしますよね。タケコプターだもんね。タケコプターだって、タケコプターが実現したら、うん、多分すごいそのタケコプター用の、うん、こう繊維っていうか洋服とかできるんじゃないかとか、うん、そうね、うんうん、そうだよね、うん、できる。ヨドとかそういう町、うん、ソダが渋滞するんじゃないかとか書いてあるわけですよ、うん、あ、そうやって経済って予測するんだって思ったら、うん、ああ、私にもできそうって思ってちょっと面白かったんですね、うん、そんな本がです。おすすめです。これを読むことによって本も出せたっていうところですもんね。本出せますよ。しかもすごい売れて2冊も出しましたよ、ね、すごいよね、うん、やっぱり何かしないとね。でもちょっと特別難しいことをしてるわけではないので、うんうん、その辺自分が無理なくできること、うん、
をすればいいだけかなと思います。そうね、うん、無理なく、うん、自分ができることをやっていくっていうことですね、うん、へえ、びっくりです。本当ですか、うん、意外な話だったのでちょっと、うん、面白いというか、うん、なんかこれだけでドラマが一本できそうみたいなそうかも。そうだから、ね、まあ本とはちょっと関係ないんだけど、うん、マインドマップのインストラクターになった時に、うん、まあおぼつかない状態で行動をやるわけですよ、うんうんうん、そしたら、まあ、知り合いが来てくれて、はい、ああ僕もねみたいな、うん、インストラクターやろうと思ったんですよみたいなことを言われたの、うんうん、でその後マインドマップってすごいブワーって盛り上がったから、うんはい、あやろうと思ってやらない人って、うんうん、ああやっていっぱいいるんだなみたいな。でそういう人に限って、うん、ちょっと上から言ってくるとかあってやだなと思った時に、うん、こうやってやらなかったことを後から自慢する人になるのはやめようって、うん、その時に思ったの、うん、なのでとりあえずやるって聞かれたら、うん、やるって答えることにしました。お賛成というか共感ですね、うんうん、なんかわらしべ長者のようにこうやってわかる気がする。この一冊の本で、うん、こんな風になって本が出ます。すごい。しかも2冊出てガンガン売れてすごい、ね、で今週末はちょっとテレビにも出られそう、うん、お何地方のね、うん、テレビ局のこの本の宣伝に行ってきます。すごいな。どこの地方？東北の方です。東北の方。寒いかもしれないけど温まってくださいね。まだ桜が見られるかしら。あ、そうね、うん、ずっともうこうね北に上がってるからね、ちょうど桜を見るっていうことで、うん、美味しいもの食べて桜見てね、はい、でこれをちゃんと宣伝してくるとテレビでじゃーん、じゃーん、じゃあぜひ東北の方で見る機会があれば番組、うんはい、ぜひご覧ください。ご覧ください。ということですね。じゃあ今後何かもっと他にセミナーするとか研修あるとか講演とか何かその告知することじゃないですか。あ、5月に簡単な講座をやったりとかで、うん、5月、うん、5月の何日か分かりますか。何日だったのじゃあなんか17かな、17、うん、なんかじゃあもう検索してっていう感じですかね。ですね。あ、うん、もうマインドマップで見てもらうと多分私のホームページすぐ出るようになってるので、うんうん、じゃあぜひマインドマップで検索してもらって5月に早速セミナーがあるということですね、はいはい、でそれを学んでいただき、うん、脳を もっとこう活性化させビジネスにも、ね、うまく使ってもらう、うん、ということですかね、うん、あとねもうお友達と受けたいのでやってくださいって言ったら、うん、いつでもやりますよ。お行動力あるからさっと行くっていう感じですかね、うん、普通のお家に行ったこともあるの。あ、そうなんだ。娘さんとお母さんとお母さんの友達で受けたいって言われて、うんうんうん、普通のお家のリビングでプロジェクターとパソコンを持って行ったことありますよ、うん、すごいね、うん、ということなんでどんどん呼んでください。呼んでください。どこでも行きます。そんなのありかないね。じゃあここでもなんか講座やればいいのに。ね、貸してください。ここ、これ貸し会議室だから。あ、なるほど。多目的スペース。でこの後懇親会も OK だしね。いいですね。ここ飲み食い自由なので。飲み食いできる会議室ね、少ないからね、うん、流しもあるし。おお。そう、飲み食い自由で OK っていう風にしているところなので、うんうん、結構ねされますよ。やっぱり ね、こう講座で盛り上がった後そのままなんかこう、うん、ちょっと残ってワイワイする方がいいですね。いいでしょう、うん、なので OK にしています。お、うん、いいです ね、大きさもあまり、そうそうそう、ちょうどあんまり広いと今度は交流あまりできないでしょ、うんうんうん、かといって狭いとちょっとね、うん、っていうので、ね、ちょうどいい手頃の人数かなとは思っています。いい、うん、ということでね、いいですね。ここは東神田、ありがとうございます。東神田ソーラー、ここ貸しセミナールームなのでぜひ皆さんもお立ち寄りくださいっていうところですね。最寄り駅がいっぱいありますのでぜひどこからでも来てくださいっていう。便利でした。便利なんです。ありがとうございます。ではもうちょっとだけマインドマップについて皆さんにも何かヒントみたいなのを教えてほしいんですよ、う
なんか、そうなんだ、そんなことに使えるのとか、そうやってなんかやるんだとか、なんでもいいので、何がいいかな、なんかこうネタもらいみたいな。そういった意味では、将来設計とか、人生計画とか、っていうものを書くと叶います。叶うんだ。ビギナーズラックじゃないけど、多分最初に書いたものは叶いますね。なんだかわかんないけど、こうなりたいと思ったものを書いてると、これでも割と叶うの で、で具体的に、日付を入れたいとか、数字を入れると結構叶うので、それはちょっと便利かな。なので、お正月とか、ね、誕生日とかに向こう1年間とかのマインドマップ書いておくと、70-80% ぐらいは叶うんじゃないかな。書くって重要ですもんね。重要、日付入れてね、でどんな風になっているなっていたいか書く、書く。それをマインドマップでやっていく。マインドマップで書くと矛盾が分かるんですよ。そうするとここなりたいって言ってるけど、やり方が分かんないなとか、こんだけのことしか書いてないけど、もうちょっとできそうだなとかっていうのが肌感覚で分かるので結構便利。ということで、ぜひ使ってください、はい。で、まあ、ちょっとその辺ももうちょっとなんか詳しく知りたいと思うと、こちらですよね。これです。この本を買う。もっともっとも、いやもう実際にとなると連絡してもらって、そこに行く、まあ、あるいは皆さんがそのセミナーを受けに行く、あるいはちょっと遠いからっていうと人集めてもらって、先生来てっていう風にメッセージ、特にツイッターでも OK だから連絡してくださいという。いつでも行きます、すごいな。そうだから北海道から沖縄まで行ってますからね、セミナーで、全国どこでも行きます、ということですよね。海外も行きたい。わかる気ますけどね。一冊目の本が、中国語版が出るのが決まったので、もうすぐ出ると思うので。おめでとうございます。中国でっていうことですかね。そうです、そうです。本土っていうか中国でね。行きたいわ、中国。いいですよね。じゃあそれとこのコーチングっていうところですけど、コーチングをするときにもマインドマップを使ってるという形なんですか？使ってますね。お話聞きながらマップにしてます。それはクライアント相手がマインドマップ書くんじゃないんですか？私が書く。あ、そうなんだ。ほぼほぼ私が書くかな。ちょっと待ってくださいね。はい。その間に今日もちょっとクライアントさんの話をこんな風にあんまり細かく見せると、もう書いてる、こんな感じで書いてきて、で何したいのかっていうのを明確にしてあげる感じ、きちっと書いてるんですね。全然関係ないけど、この金魚がまたおしゃれじゃないですか、金魚ね、お金が貯まるっていう。そうそうそう、100均100均ね。100均だったの。へえ、おしゃれなのがあるんだ。びっくり。そうそう、ちょっとね、個人情報を書かれる場合もあるので、まあ、見えないようにね、透明なのを使うこともありますけど、ちょっとこうやって出かけるときには見えないので、そこは気をつけてます、きちんと気をつけてるってことですよ。はい、すごい。やっぱりね、コーチってシュヒーム、ね、特に、まあ、コーチだけじゃなくてどなたもそうなんですが、シュヒームってすごいね、重要なんですよね、でコーチもきちんとシュヒームを守っていく、そこが100円なんだけどおしゃれな金魚の、ホルダー、そう、クリアケースね、こんなんで。ちょっと100円とびっくりでした。なんかいいもん持ってるなと思う。なんか見えないので、で金魚だからお金が貯まるっていう、開運の、はい、きちんとしているっていうことですね。そこまで、そうですね。はい、ありがとうございます。失礼しまして。はい、
ということでですね、なんかいろんなことを聞きつつ、あ、神戸さんがルーリのお部屋、著者の本棚は ルリコさんがソーシャルストリームメッセージを読んでくれるのでいいのですが、ツイッターはすぐ反応がないのでつぶやきづらいです。確かにね。でもツイッターバンバンつぶやくと反応する人もたまにいるかもしれないですね。やり取りが始まるとね、うんうんうん、拾ってくれるといいんですけど、うん、まあ、でもメールみたいなもんで、うん、翌日には帰ってくるかなみたいな。そうなんだ。いやでも神戸さんのおかげでいつもなんか楽しく番組ができます。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちに話してもしょうがないんで、こっちに話してもここ読んでるとこっち見てしまうっていうところでね、じゃもっともっとこれからマインドマップがどん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 ね世界に広がっていって、うん、もう世界ぐるぐる回っていく。はい、いいですね。いいです ね, ねえ。そもそもそのインストラクターってもうやって何年ぐらい経つんですか？もう10年10年か、うん、もうそんなに経つんだ。今18年、今平成18年だったっけ？そう違うわ。え28年か。今平成28年ですよ、うんうん、2006年生だもん、うん、あ2006年から、うん、もう本当に一番最初のインストラクターなので、うん、だからじゃ あの立ち上げる前の頃のところから。そうですよ、手弁当で行ってました。じゃあもし私がその時行ってたら同期だったんだ。そう、その時は私は違っていて、うん、それは何でも行くって言ったけど、私はもうこっちに行きたいってものがあったから行ってなかったんですけどね、うんうんうん、人って人生って本当になんかこう分かれ道っていろいろあるんだなってね、うん、今思いました。そうです、10年ですか、うん、じゃあもう本当にベテランのベテランですね。もうね、そうですよ、いっぱい、もういっぱい育ってますよね。そうですね。なのでまあマインドマップといえば矢島さんと言われるようになってよかったかなみたいな、うん、いいですよね。やっぱりそういう専門性って必要ですよね、うん、何々といえばっていうので名前が出るっていうのがやっぱり一番ありがたいよね。それはやはり、まあ、皆さんも目指してるんじゃないかと思うんですよね、うんうん、やっぱりこう何々といえば、うんうん、でもそれってやり続ければなるじゃないですか。確かに ね, 基本的にね、うん、やっぱりやり続けること。そうそう、でみんな途中でやめちゃうじゃん、うん、だからやればいいのにねって。そうね、何年もずっと続けることが、うん、やっぱり継続一番ですよね、うんうん、すごくバーンとできなくてもいいので地道に地道にずっと継続、やめたらもうおしまいなんですよね、うん、で継続、うん、大事ですよね。継続するって結構大変なんですよ。でも、うん、コツコツやってるとそんなに大変でもないんですよね、うん、大きいことをやろうと思うと大変なんだけど、うん、ちっちゃいことでもずっとやっていく、もう継続しているとあれですね、もう今始めた人より古いから、うん、そう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 、ね、うん、なのでやり続けることってすごい、うん、いいですね、うん、強みですよね。この番組もねやり続けていてですね、これすごいよね。結構ねもう やめたくなる時もあるかもしれないとか言いつつやめたい時もありますね。月に2回なので、うん、ちょっとしかないようだけど結構あるような気もするんですよ、うん、もう3年ちょうど次回のゲストが1回目のゲストなんですよ、うん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 、ちょうど3年になるんですよ。すごい、3年目に入るのかな。おめでとうございます。ありがとうございます。48回だからそうか、はい、なので次回は1回目のゲストにしたんですよ。4月の後半に第2週から始めたんですよ。だから4月の、あ、第2週じゃない、4週、え、うんうん、2、4のね4週、うんうん、だから次回がちょうど4月の4年目なんだ、うん、4週になるから、じゃあ1回目のゲストっていうことで49回目。おお、なんかもうここまで来るとやめるに、やめるのはなんかもったいない気がするので、うんうん、まあ、ずっと年取ってボケても頑張ろうかなと。ボケたらなんか毎週毎日やってたりしてね、徹子の部屋のように、ね、あ、そうそうそうと思ってるんですよ、うん、だけどゲストがそもそも著者なので、うん、著者をどんどんなんかこう知り合わないとなと思う。あとはまあ著者の方にご紹介いただいて、うん、出ていただいてるんですよ。会ったことも見たこともなくて、今日ここで初めましてみたいな人もたまにいるんですね。うーん、でももう、うん、それこそユーストかなんかで出たいですとかってコメントもらえたら、あ、いいですね、うん、出たいですって言われてもう断った人もいるんです、すみません。まあね、
タイミングとかね、そうそうそう、いろいろあるからね。そうなんです。基本的にはこれからは OK というかですね、うん、昔はなんかまだいろいろこうね、うん、イメージがあったから、うんうんうん、今はもう逆に言えばいいとも思うようにずっとこう紹介でこうやりたいなとも思ったりするんですね、ゲストを、まあ、結構そういうのも前あったんですよ、あ紹介しますよって言われて、うん、紹介していただいて来ていただく、うんうん、面白いから男性がいいとか女性がいいとかあるんですか。女性もお願いしたいですね。結構男性多いんですよ。なんかビジネス書っていうところからかもしれないんだけど、うん、こう知ってる人ってビジネス書多いんですよ。やっぱり著者って男性なんかわかんないけど、うん、だから男性が多くって、うん、キラキラ系いないなと思ったんですよ、女性が。でも今回女性だから良かったなと思って、であとは続く時もあるんですよ、女性女性って続く時もあれば男性って、うん、次回から当分男性のような気がするので、でもさ男女男ってなってるじゃないですか。たまたまね、うん、たまたまね、うん、でも男は続く時もあるしね、女って続く時もあるし、まあそこでも意識してないんですね、うん、スケジュールで、うん、この辺で空いてる日ありませんかとか、この日空いてませんかって聞くと、大体偶然なんだけど、うん、大体この日お願いできますかって言うとお願いできるんですよ、うん、そう、私もびっくりしました。普通ね、例えば半年前とかだったら、うん、まあ、空いてる可能性あるんですよ、うん、結構来週じゃない、再来週ダメですかねって言った時も OK だったりとかね、うん、みたいな、うん、びっくりです。なんでこの日空いてやってるんだろうみたいな、ね、私もよかった、ちょっと女欲しいよねと思ってたよかったです、よかったです、ありがとうございます、うん、それもこの前会ったばっかりで、会ったばっかりで会ってすぐだもんね、声かけたの、うん、あお願いしようと思って、その時には会場で思ってたのに、もうすっかり言うの忘れて、うん、私が帰ってた時ね、そう今日セッションだみたいな感じで帰りました。そう言おうと思って、ああその時もね、まさか会場で一緒に会うと思ってないから、うんうん、どうしようかなと思ってた時に、ああと思ったから後で言おうと思ってね、うんうん、お願いしようと思ってた時に、またずっとすっかり忘れて飲み会とかやってたから、うん、お願いしようと思ってやったら、いいよって4月11日、うん、そうなんです、びっくり空いてたんですね偶然ってすごいよね。すごいね。ほとんどの先生みんなそうなんですよ。今まで断られた人って一人だけかな。すごいですね。うん、まあそれはね、理由がなんかもうマネージャーじゃないや、なんていうかな、そういうのがあるんですよ。うん、なんていう。エージェントに登録してる。そうそう、なんかエージェントというか自分で自由にはちょっとこうできない。うんうんうん、特にユーストとかそういうのはもうダメというかなんかなので。うんうんうん、まあ、あるところに全部マネージメントをお願いしていて、そこが全部やるのでって言われたのが一人ですかね、うん、あとはドタキャンですかね。おい、そんなことあるんですか、うん、あったんです。それは大変だね。皆さんちゃんと来てください ねちょっと著者としてはまずいでしょうと思ったけど、うん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 、でもほとんどの方はバッチリ、雨だろうが嵐だろうが台風だろうが来てくださるんですよ、うん、今日も寒かったですよね。歩いてね、そうそう、今日はね日本橋からね、そうそう、日本橋でお仕事してきたのでわざわざ来ていただきました、はい、そしてこんなにいろんなね素敵なお話をしていただいて、はい、また皆さんにも使っていただきノウハウをもらった、嬉しいですよね、はい、ありがとうございました。ぜひ書いてください。はい、ぜひこちらですね、ちょっと失礼します、はい、よいしょ、おすすめです。そしておすすめの人がおすすめと言っている本ですありがとうございました。はい、ということで、そろそろお時間となりました。次回のゲストは先ほどもお話ししました。はい、第1回目にご出演いただきました同じゲストっていうのはこれで2人目ですが、水越さんです。この方がまずそもそもこのユーストリームの番組を始めるきっかけをくださった人ですかね。こういう番組したいなと思っていた時に、ちょうどこの方がセミナーをされてたんですね、ユーストの。それでちょっとだけ参加して、じゃあもうやろうと、できるできないじゃなくてやるんだ、やってみようと、もういきなりもういいってやりましたね。だから1回目にゲストはどうしようと思ったら、やっぱりそのユーストリームをやってる人がいいなと思って、うんうんうん、そしたらゲストなんだけど向こうにいろいろやってもらうという、うんうん、で1回目はね分からない、ね、でそうそう、でこう見ていて、ああこうやるんだこうやるんだと思って、うん、2回目どうしようと思いましたけどね。1回目いろいろやってもらったからいいんだけど、2回目はでもまあね、ポーンと話されたから余計ちょっとずつできるのかなということで、うん、1回目は
ゲスト水越さんでしたが、また今回3年目に突入ということで水越さんにお越しいただきます。ぜひ4月25日また同じ月曜日の8時ご覧いただければ嬉しいです。お願いいたします。そして私の方からちょっと宣伝です。本翔太さんの音楽をかけさせていただきます。音楽だけちょっとだけですが、お聞きいただくことになります。映像が、ね、出ないので音楽ちょろっとだけに今回もさせていただきます。で最後はですねポーズがあるんです。おルーリのお部屋、はい、著者の本棚ってこれ本なんですね。本を開くで顔を出す、はいはい、っていう形でやります、はい、ではですねまた次回を楽しみにということです。それではまたルーリーの大部屋著者の本棚ありがとうございました。音楽ちょっとだけ、はい、誰の目を気にしてるの好きな花を育てるのがはいということで今日も音楽がちょっとしか出せませんでした。これはですね音楽を配信することはできるんですが画像が真っ暗になってしまいますので今回もこれだけの音楽とさせていただきます。先ほどの音楽はエンディングテーマ朝顔橋本翔太さんでした。また次回もぜひお楽しみにということで今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。今日の、ゲストこちらでした。はい、マインドマップコーチの八嶋美由紀先生でした。はい、ということで皆さんまた次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございます。